はい、皆さんこんにちは、ペペペです。今日は一からラーメンを作ってみたいと思います。たくさんの視聴者の方からのリクエストがあったのはラーメンですね。日本に滞在しているとしたらどうしても作るよりはコスパも味もですね、1000円握って駆けつけたらどこでも食べれるのがラーメンですけど、韓国に住んでるとしたらせめてインチョン空港まで行って飛んで、成田だろうが博多だろうが飛んで日本のそのお味体験できるかと思うんですけど、でも実際これを作らないといけないと思ったらこれ時間かかりすぎやろって思ってやってみようっていう結論にたどり着きました。豚の原骨2キロです。骨をどう洗うかからいろんなやり方あるんですね。水につけといて血を抜くとか、軽く水洗いしてあくまで味だ、あくはあくではないとかのやり方もあったんですけど、ペペペ流では最低限の衛生は考えて最初から約10分、1回沸騰させて水洗いして、それから本格的に豚骨ベースを作ります。約1時間ぐらいは強火にしました。その間チャーシューと背脂も作ります。まずチャーシューですけど、またチャーシューを直接作る日がこんな早く来るとは。豚バラ用意しました。糸で硬く強くですね。チャーシューも皆さんいろんな好みあるかと思うんですが、丸くて広くて薄いチャーシュー、自分の考える日本ラーメンに乗っかってるチャーシューの一番日本らしいチャーシューではないかと。カメラのレコードを押すのを忘れてこうなっちゃったんですけど、とりあえず原骨のあったその豚骨スープに一緒に入れて1時間ですね。チャーシューのお肉と背脂になるお肉、これ肉って言っていいかな、豚の脂も一緒に入れました。水も減った分追加で入れました。その間また返しを作ります。返しはちょっと多めに作って、一部はチャーシューに使って一部はラーメンに使います。醤油、砂糖、みりん、味の素、ニンニク、もうこれだけでシンプルです。ぶっちゃけ調味料っていろいろ入れようとしてたら何でもありなんですけど、調味料だったら後で追加もできなくはないので、とりあえずこれだけで。砂糖が溶けるまでの沸騰ですね。それから1時間経ちました。チャーシューを作るお肉からまず取り出します。お水も1時間分減って、豚の脂もある程度スープに混ざってるでしょう。チャーシューに作っといた返しを入れて密封、これで次の日まで冷蔵庫にほったらかし、取っといた返しも冷蔵保存しときます。次は背脂を作ります。日本で背脂たっぷりのラーメン食べて目がパパパッと覚めた、一目惚れってこんなもんかなみたいな。韓国で豚の脂をこういう風に本気で食べるものって何があんのかな。なんか新たな領域への探求みたいな感じですね。背脂はザルにこすって言ってこしてみたんですけど、これ力が足りなかったんかな、煮詰める時間かな、下に降りてくる何か足りなくて下のものを使うのか、これ潰す道具としてのザルを使うのか、直接使ってみたら下のものだけだったらなんかおかしくて、油を破壊してよく混ぜて、そういう風に使いました。これで合ってることを願いながら、引き続き原骨ですね。お水半分も減ってます。調査したレシピはいろいろありますけど、鍋の大きさと量、火の強さによって何時間ってのはあんまり参考にならないなと思って、レシピの共通点が一つあって、大体のレシピの共通点が骨の髄が取れるまででした。お水追加して焦げないように混ぜて翌日まで繰り返しですね。はい、次の日になりました。ようやく髄を抜ける作業ができますね。これにどんな意味があるのか、こうしたらなんでもっと味が濃くなるのか、実際頭ではようわかんないことなんですけど、とにかく理解できなくても結果でこれできてるよなのような科学技術として理解して、後でまた原理が分かったらもっと嬉しいことではないですかね。こうしてスープはもう完成ですね。これで不純物は後でさらしとかで取ります。長い時間でしたが、これで豚骨のスープ完成です。これからトッピングですね。昨日作っといたチャーシューですね、糸から取って広い面で薄く切って食べます。大きさ小さそうですけど 500g ですね。これで一丁のラーメンでこの 500g 全部食べきれないので、残りは後でまた美味しく食べます。ラーメンがなくてもこのまま食べても、それかちょっとだけ焼いて食べても悪くないですよね。これネギはどんな形しよう、何が俺の好みやねって思ったら、細長く切って麺に絡まってたら麺にもちょっとした歯ごたえができる、そういうようなネギが欲しかったですね。これも YouTube で切り方を
教わってますね。自分に YouTube は先生であり、趣味であり、酒の友達であり、彼女でもありますね。背脂も冷まして保存しておきました。レンジで軽くチンして、そろそろ他のトッピングも用意します。本日のトッピングはチャーシュー、背脂、ネギ、メンマ、キクラゲ、紅生姜です。皆様はラーメン食べるとき、これぐらいはないとなーっていうトッピング何がありますかね。スープも完成しました。こして300グラムだけ取りました。スープ10、返し1の比率で入れるのが定番だっていうので、スープ入れて返し入れて味見しながら比率調整とかもいけるんですけど、味見せず比率でいくのがなんかプロっていう感じじゃないですかねって勝手に思って、計量でそのままいっちゃいます。麺はネットで買いました。日本の生麺購入しました。茹で加減は好みによるかと思うんですけど、ラーメン屋のこだわりつったらこれですよね。水気を取る、ものすごい勢いで水気ないように乾燥状態にして、乾燥しちゃダメかな。最後は音楽に合わせてラーメンの完成を眺めましょう。冷静な評価をやります。わあわあ、おお、うん、ちょっと待ってよ。おお、うーん、おお、ほんまにラーメンができた。確かにこんなお味のラーメン屋あった気する。大阪のあるラーメン屋、何店舗かの味が適切に混ざってる。ここは一体どこなのか。勘違いさせる味、幻想、覚醒、妄想、その気持ちになれるんだったら言葉は何でもいい。美味しい、食べ尽くすのに2分40秒、インチョンから福岡1時間半、作るため24時間、それでもいい。食べたから豚骨ラーメンだ。返しの比率10対1、本当に正確やな。最初はスープの色を見てうんって思ったけど、味を見たら揺るぎないよな。比率って科学やな。背脂加わって口には美味しいけど、血管が激しい信号を送ってる。急に食べて食あたりすんなっていう信号のようだけど、体内会議がようまとまらない様子。血管はゆっくり行けって言って、舌は幻想状態、脳ははめ外してる。この現象が箸が止まらないってことですよね。この一杯のためにかけた手間ほど美味しい。24時間かけてますけど、仮に48時間かけたとしたら絶対2倍美味しいはず。経験値があったらその経験値ももっと美味しくなってる。そんな余白とポテンシャルがある。果てのないラーメンの世界。俺が食べたラーメンが誰かが一日作った。超手間かかるっていうか、めんどくさいでしょみんな。ちょっとどうました。おお、スープもやべえぞ。
直接作ってみたら、お家近いとこに自分の口に合う美味しいラーメン屋があるってことは、今を生きる現在の幸せ一つになれるんじゃないですかね。これ食べたらですね、もっといろんなバリエーションのラーメン無限に食べたい。うわ、今日は飲んじまった。美味しかった。ごちそうした。ああ、超美味しかった。